すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、おはようございます。今日は萌花選手が予選通過で決勝ラウンドです。で、決勝ラウンドで一緒に回る Your name is Anna? Yes. Anna, so say hello to our subscribers. Hello everybody in Japan, my name is Ana Paula Valdez. I'll be playing with Moe today in the third round here in California. Have a good day. Thank you. Yeah, of course. 今日もう一人の、萌花選手と一緒に回るファーストネーム、陳選手です。What's your last name? Huang. Oh, Huang. Huang 選手です。台湾からの参加です。Okay, say hello to our subscribers. Hello, my name is Qing Huang. And nice to meet you. Good luck. Good luck for the tournament. Thank you. 萌花選手、はい、最終日出かける前に一言よろしくお願いします。今日はいっぱいバーディー取って、あんまりボギーは打たずにアンダーで回りたいと思います。稼げよ。はい、頑張ります。いっぱい稼げよ。はい、はい、今日は10番ホールのスタートになります。パー4、390ヤードです。 First up from Osaka, Japan, Moeka Nishihara。フェアウェイを捉えました。ナイスショットでした。ティーショットはフェアウェイキープでした。残り163ヤードです。ピンに向かって飛んでいっています。距離次第ナイスオンのように見えました。少々ショートしてしまいました。朝でグリーンが濡れていたために感覚がありませんでした。ちょっとショートですが、なんとかセーブしたいです。ちょっと読み切りませんでした。11番ホールパー5、542ヤードです。真ん中行ってます。グッドショットです。フェアウェイ真ん中をキープしています。いい位置です。左のバンカーは180ヤード右のバンカーは200ヤードぐらいで届きます。ピンまではまだ288ヤードありますので、ちょっと右の方に行きましたが、バンカーには入らないクラブで打ってると思います。右のラフですね。バイト
ナイスショットです。バーディーチャンスです。モエカ選手バーディーチャンスにつけてます。読み切れませんでした。ナイスパーです。メキシコ出身のアナは超ナイスショットでバーディートライです。ナイスバーディー。チンのパーパットです。12番、パー4、382ヤードです。フェアウェイは左から右に傾いてますので左目がいいと思います。左から跳ねて真ん中の方に戻っていきました。ナイスショットでした。下りの150ヤードのショットになります。グリーンは左から右に傾斜してますのでピンの左側から攻められれば最高です。良さげです。ピンに絡んでるかな。押しをオーバーしてしまいました。これもバックスイングにラフがかかりそうなので難しいアプローチになります。モエカ選手はパターを持っています。今週はアプローチに課題を残したトーナメントでした。13番ホールは昨日 OK バーディーだった右ドッグのパー4。最初は打ち下ろし、その次は打ち上げのホールになります。本田選手のティーショットです。アイアン持ってます。3番ウッド持ってます。セカンドショットが遠くなってしまいました。打ち上げの120ヤードの距離です。昨日バーディーの感触が残っていると思いますか。少し左です。から右に転がってますのでバーディーチャンスになっているといいと思います。今回はこのグリーン周りのシチュエーションが多いです。ボールの後ろに深いラフ、
となっていて、このアプローチの打ち方を克服しないとツアーで良い成績は上げられません。本人も分かっている課題のアプローチです。375ヤード、打ち下ろして打ち上げていきます。フェアウェイ左サイド、ナイスショットです。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。ピン右にナイスオンです。154ヤード打ち上げのショットでした。マイカ先生、長めのバーディーパットです。今日はちょっとパットに苦しんでいます。決めました。15番パー3170ヤードです。やはりこのアプローチが課題になってきます。ナイスパーでした。ナイスセーブ。ナイスパーでした。